いどうもあやかとひろでキムちゃんずでーす。どうも来ました。紅白月間来ました。紅白月間とは紅白歌合戦の大晦日の日まで紅白に出場される方のアーティストを見ていくという月間です。素晴らしい素晴らしい。実はね、紅白の話題になる前にヒロさんがなんか全然知らん人を 見るっていうのも大事じゃないみたいな、見ていかへんみたいな言ってて、でも無作為に見んのって大変やんか。やっぱ推し活してるわけで、自分も仕事があるわけでいろいろやることあるから、その無作為に誰にしようかなって探すのすごいストレスやから無理やなと思っててんけど、あ、紅白に出る方だったら事前に楽しんで見れるなと思って。なるほどね。っていうことで2人で考えたテーマでございます。はい、ということで今回は完全初見の、前男子見たからね、そう今回は赤組、女性を見ていきます。いいねいいね。今回は、完全初見の IVE です。 IVE ね、韓国のアーティストってことだけ知ってます。なるほど。はい、なので分かんないのでごめんなさい、ちょっとウィキペディア情報ではありますが見ていきます。 IVE は韓国の6人組女性アイドルグループらしいです。はい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 、韓国人が5名、日本人の方いらっしゃるんですね。1名で結成された、スターシップエンターテインメント、日本だとアミューズみたいですね。公式ファンクラブ名はダイブ。なるほど。あ、アイブからのダイブ。なるほど。わかりやすいね。はい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 。あ、いいね。グループ名のアイブには、成長型のグループとしてのストーリーではなく、完成型のガールズグループ。うわ、ってことはレベル高いってことを言ってるよね、もう。うん。自ら。I have イコールアイブ。もうあると。はあはあ、私、そして私たちが持っているものをアイブらしい堂々とした姿で見せるという決意が込められている。かっこいい、なかなかかっこいい、かっこいいしプレッシャーがある、テーマやね。なるほど。でまだデビューしたばっかりというか、今月で1年経ったばっかりということで合ってますかね。見たことないね。まだちょっとでもお若そうに見えますけども皆様、ね、ちょっとあんま詳しくないんですが、あのとやかく外野の私が言う前にまずは見ていこうと思います。そうですね。何を見たらいいか分かんなくて、まあ、再生回数で見たっていうのもあるんですけど、この11で合ってる1ヶ月前に日本語バージョン披露されてて、はい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 、ってことは大いに紅白ありえるやろこの曲。なるほど。と思ってこれを選びました。分からんけどな、私全く知らんからリサーチしてないから分からへんけど、もしいや違うよと、こっちの曲の方が可能性高いよって方はぜひコメントください。教えてください、ね。はい、ということでいきます。行こう。完全初見やんな。完全初見ですよ。まずスターシップ TV を見たことあるから、スターシップのチャンネル、韓国のチャンネルってこと。そうそうそう、緊張しますね毎回毎回。初見はどんな世界が待ってるか分からんのはやっぱ緊張すんねんな、人間の心理で。緊張する。いきますよ。行こう。いきます、せーの、ポチッ。ね、なんかちょっとアラビアンな感じ。いいね。好きやで。すごいメロディー。すごい。マイナーになる。マイナー、そうそう。ちょっとずつ K-POP っぽくなってきた。あの若いな。かわいい。お人形さんやん。
店舗。そうやろ。はあ、なるほど。えらいこっちゃ。そうやん。えらいこっちゃ。なんめっちゃ若ない？若いね。やのにめっちゃ垢抜けてない？うん。完成してるやんもん。え？ってことはさ、一体何歳？生まれた時から踊ってんの？生まれる前から入ってんねん多分。ああ。そう。アイドル2回目みたいな。そうそう。そうじゃん。そうやわ。じゃないと意味わからんもん。うん、意味がわからんもん。あのだからあれかな、私が知ってる範囲の感覚で言ったら、ちっちゃい時に英才教育するママいらっしゃるじゃない。はい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 、ママっていうか、まあ、パパもいるけど、もちろん、うんうん、韓国ではもう生まれてその子の適性見た時に、あ、人前出るタイプなんかなと思ったら、その時点でもう英才教育を、あの英語とか、日本やと英語とか多いと思うんだけど、あとスポーツとか、うん、韓国は結構芸能やっぱ多いんかな、そのスクールとかがって思った。じゃないと、え、じゃあ例えば練習生10ヶ月ですっていう方ももしかしているんかな。でもさ、ほら、練習生が10ヶ月って聞いたらみんなさ、10ヶ月しか経歴ないってみんな思うかもしれんけどさ、違う ねその前からな、やってんねん、やってんねん、全くの、はい、初心者ですって人の方が絶対少ないからって思いたいけど、じゃないと才能ってことになっちゃうやん。そういうことにしとこう。いやでもほんまに自分が想像してる以上に、だいたい成功されてる方は才能っていうよりは努力なので。努力でしょう。もちろん生まれ持った容姿はあるやろうけど、でもそれ磨くのも努力やから、やっぱその才能を生かす努力をしてるね、絶対。才能だけじゃ絶対無理やからね、うん、え、めっちゃ若いで、びっくりした。びっくりするわ、もう何も食べられへんわ、あんな。え、だからまた電話じゃ聞いとこう。これ、ね、この年でこれやったらさ、人生 2,3 回遊べるっていうか、遊べるっていうのはそういう意味じゃなくて、人生 2,3 度楽しめるんじゃん、このクオリティをこの年でやっちゃったら。じゃあ次30ぐらいになって、次の人生何しようかなみたいな。で次50ぐらいになって、次3回目なんか何しようかなみたいな、できる人生になってない？うん、あとね、やっぱりまあそう、どうやろうな、何人、6人組かな、6人組、あのやねんけどさ、やっぱり一人一人がやっぱ独立してるな、特にそう思う。なんかグループとしてそのもちろん揃ってるよ、揃ってる、うん、揃ってるけど、やっぱり一人一人がやっぱりしっかりしてるというか、基礎が、あ、見た目もその基礎も含めてね、個性もやろうね、個性も含めて、そうパッと見はまあ揃ってるってイメージやねんけど、よく見てったら、だからソロとしても全然あげる人たちばっかりだし、うん、ね、まあ努力とか運とかいろいろあるやろうけど、だからそこがすごいかな、やっぱり。なんか教える側の、あの事務所も含めて、うん、コーチも含めてのスキルがめちゃくちゃ、あの世界見据えたレベルってことが分かるよね、うん、完全に。ちょっとやばいな。
何もあんまり言葉出えへんってこういうことかも。いやーすごかった。なんかうんポカーンとしてます、うん、あんまりあのあーやこうや言えないっていうか、うん、最近そういうの多いけどちょっとすごいなー、どんだけレベル上がんのよ。こんな上げられたらなんていうんかな、その人間ってものはほら味ってものがあるやんか、ロボットじゃないからさ、うん、その味ってものがあるっていうのが言いにくくなるわ、うん、ほんま、うんうんうん、でも味は大事だね、今でもそれはやっぱり感じてるけど、それでもスキル高すぎる人を目の前にすると味だけじゃあかんなって思わされるし、正直、うん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 、すごいな、まあ、まあまあ趣味思考はあるけどね、それぞれ。なんやろまだほらデビューされて1年っていうのもあるからこれからやとは思うんですけど、うん、その快進撃っていうかこれからどんどんとは思いますけど、うん、個人的にすごいなって思ったのは、まあ、PV MV なのでライブじゃないから実際のところは分からへんけど、うんうんうん、なんて言ったらいいかな、すごく最近のグループに多いんだけど揃えることをすごく徹底してるし、揃ってんねん、声質とかもまあまあその修正とかでもあるかもしらんけど、うん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 、声とかも結構整ってて、そうですね、こう合わせた時にいい声になるグループ人を選んでるっていうのもあるし、うんうんうん、そのなんて言ったらいいかな、やっぱ合うように作ってってると思うねんか、その6人って決まったらじゃあ6人が活かせるようにっていうのもあるけど、曲にやっぱ合うように歌の練習したりとか、うんうんうん、ダンスの練習したりっていう感じが見受けられるので、そういう技術の共有がやっぱちょっと K-POP はレベル高いなと思って、ね、まあ、全員同じ先生についてるかは分からんけど、多分ついてるのはついてるやん、誰かの先生には、うん、そこがすごいな。で個性は多分あるけどこれからもっとつくやんか、やっぱ活動してったらどんどんついていくと思うから、今そこはあんまり言及しないですけど、そのやっぱりさデビューした時に基礎がもうすでにある方っていうのは、あとはそのアーティスト性とかはさ、うん、今言った個性とかさ作品に対する見せ方表現力を磨いていける、そこに集中していけるから、うん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 、めっちゃ強いと思うねんな。やっぱデビューさっきしちゃってそっから基礎磨いていくってめっちゃ時間かかるし、まあね、効率でとめっちゃ悪いし、一番辛いのは本人やねん。しかも下手な部分っていうか自分が納得できてないものを披露してお金いただいてるっていうその悩みが出てきてしまうから、うんうんうん、やっぱこの完成されたっていうのは結構本当は重要やと思うから。そうね、うん、なかなかおらんけどね。おらんし、この年齢でおらんよな。そうみんなそれを目指すねんけど無理、それはなかなか厳しいことやから。でもこの完成度は世界見てもなかなかおらんじゃん、この揃ってる具合とか技術が統一されてる具合っていうのは K-POP ならではの技術だと思うねんな。私あまりにもレベル高すぎて、うん、あのアメリカにあのボイトレ留学行くか韓国にボイトレ留学行くか悩んだことあるもん。あまりにもレベル高いから、もしかしてアメリカ行かなくても近くの韓国でも十分もうスキルアップできちゃうんじゃないかって思うもん。韓国のアーティストはもうあれですね、会社はあのアメリカとかに向けてるんじゃなくてもう宇宙に向けてるんじゃないのなんかもうぶっ飛んでんねんな、なんかもうおもろかったちょっと面白かった。世界を飛び出してもうね、あ、宇宙人に向けてんの。そうあ、なるほど、宇宙に向けて発信してるんじゃないの。なるほどって、え、でもなんかちょっとしっくりくるその表現。だって別にアメリカンじゃないし、理解できにも全然こんなんもん。そう、あのまあ近未来感かな、うん、すごい韓国の方って最新のものとか最先端のものを好むイメージがあるから、ね、宇宙かもしれん。やっぱり最新といえば、そう、見た目もやっぱ可愛すぎるし、はっきり言って可愛すぎる。そうぶっ飛んでんねんな、何もかも。あのさ、うん、あのどんだけ好きなアーティストでもさ、うん、あの今までの概念な私の、うんうんうん、人間やからやっぱヒゲがちょっと見えるとかさ、はいはいはい、分かる、言いたいこと、産毛がちょっと見えるとか、うんうんうん、それにキュンってすることが、あ、やっぱ人間なんやな、よかったみたいな、はいはい、があってんけど、完璧って言ったら
失礼なのかもしれないけど、でも、うん、もうお人形さんみたいだから好きっていうかってなるよね、憧れとかになっちゃうのかな、やっぱ個人的に。だから一番びっくりしたのはその見た目かな。いや、めっちゃ可愛すぎるし、思ったみんな思った思った、そう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 、正直そこ見てしまった。そう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 、技術見なあかんねんけど、プロとして、うんうんうん、ごめんやけど綺麗すぎて、あのちょっと少女漫画みたいな感じ、ね、二次元な感じに見えちゃって。そう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 、もちろんその映像の技術もあると思うけど、うん、まあでも元が絶対これはもう美しい方々で分かるやん、ね、そこに感動したかな。びっくりですね。まあでも紅白来るってことは生きていて存在していらっしゃって、そう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 、そのこのクオリティのものを生で見せていただけるってことでしょう、うん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 、なんなら紅白 の、 あの観覧当たった方は生で見れるってことでしょう。あ、それはだいぶチャンスなんじゃない、やっぱこういう、え、ほんまにおるんって思ってしまうぐらいのレベルの層を生で見るっていうのはちょっと人生の価値観変わると思うよね。なんかやっぱ実際 CD とかそういうね画面通して聞く声とは違って、あ、絶対ちゃうと思う、ね、生で聞く声っていうのはすごい、ね、全然ちゃうと思うよ、印象的だと思うし、うん、私一生残ると思う、うん、頭に生で感じたものとか体験したものとか体で覚えたものって一生残らへん、やっぱ、うんうんうん、なんかそのデジタルじゃやっぱスッて忘れちゃうから、なんかいいところをこうね消されちゃうというかね、うんうんうん、まあ、それはそれはその良さがあるんですよ、あるある、うんうん、やっぱ気軽に見れるし、あと聞きやすいしとかあるけど、ちょっと想像以上やったな。はい、びっくりですね、うん、でこれの日本語版もあるので、あの日本語版をもしかしたら紅白でやるんじゃないかなと思って、まあ、今回はこれを見させていただきました。なるほどね、まあ、分かんないけどね、うん、あのその会社の考えることは私たちには全くもって分かりませんけれども、うん、まあ、そういう予想をしてちょっと見させていただいたんですが、これが1年前ってことは今もっと、ね、すごいってことですし、もっとお綺麗になられてるんだと思いますし、あの成長されて、もういいんじゃない、十分でしょ、もう綺麗すぎるからもういい、やってもそれ以上磨かんでって思っちゃうよね。そうそうそう、こ怖いもん、綺麗すぎて逆転とかあった方がいいんじゃないの、なんかなあ、完璧に見えちゃうよね、完璧とりんぼんだってすごいなあ、まあ、そこまでできひんからすごいなと思っちゃうわ、すごいすごい、ほんまにすごい。はい、ということで、うん、今回は IVE の皆様の11合ってんのかな、レブンという曲を見させていただきました。もし楽しんでくださった方、あとおすすめの動画などありましたら、ぜひチャンネル登録、あとはいいねボタンもよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、元気やね、うん。